こんにちは、川沿いです。今日の動画は出前一丁で作る旨辛あんかけ醤油ラーメンを作って食べます。先日僕の動画でチキンラーメンチャーハンをやったと思うんですが、そこで僕のインスタのコメントでちょっとチキンラーメンが苦手なリンゴチさんっていう方からコメントいただきまして、次は出前一丁でやってほしいとのことでしたので、今日は出前一丁で作るね、あんかけの、しかも旨辛の、醤油ラーメンを作って食べたいと思います。それでは早速作って食べます。調理開始。はい、というわけで今日の材料はこちらです。出前一丁10袋とネギ、あとニンニクのみじん切りと L サイズの卵10個です。はい、というわけで麺入ります。はい、というわけで麺上がりまーす。はい、というわけで次は餡を作っていきます。まずはこちらのニンニクのみじん切りですね、こちらをまず入れます。で、次にこちらの豆板醤ね、豆板醤を入れていきます。あとはこっちちょっとなくなりかけなんで新品も使います。これもちょっと多めかな、ちょっと多めに入れます。で、次に油入れます。で、ここで弱火ですね、少し弱火で炒めます。わあ、すごいニンニクのいい香りがしてきますよ。で、ここで水を3リッター入れます。ちょっとあれなんで、ちょっとペットボトルで測ってね、入れていきたいと思います。で、あとはここから強火ですね。で、ここでこの粉末の粉と、あとごまラー油ですね、このごまラー油も入れていきます。はい、というわけでここでネギ入れます。はい、ここで、水溶き片栗粉ちゃんをね、入れていきます。で、ここで溶き卵ですね、溶き卵も入れていきます。はい、というわけで完成。はい、というわけで出前一丁で作った旨辛あんかけ醤油ラーメン完成です。めちゃくちゃ美味しそう。はい、というわけで完成です。いや、もうこのすんごいいい匂いしますね。やっぱり豆板醤とこのニンニクの風味がね、もう食欲そそります。それでは早速いただきます。今日はチューハイからでーす。それでは皆様、今日も一日お疲れ様でした。乾杯。うまいねー。もうね、めちゃくちゃ美味しい。いや、これは本当美味しいですね。もうこのなんて言ったらいいんですか、この豆板醤と、あとこの醤油のあっさり感もあり、あとニンニクの、なんて言うんですかね、このガツンと効いた感じがまたすごく美味しいんですよね。あとこの卵も入ってるので、もうこのあんともまたよく合いますね。はい、2杯目、レモンチューハーイ。い
やーもうすごく美味しいですね。やっぱりこの出前一丁ってやっぱ醤油なんで結構あっさり系なんですけど、もうこのニンニクとかいろいろ、この豆板醤とかもね入ってるので辛さもあって、あとニンニクのね風味がまたすごい食欲そそります。いやーこれは美味しいですね本当に。はい、3杯目レモンチューハーイ。最近コメント欄で、まあ、テンション高いねとかキャラ変わったとかいうコメントをよく見るようになったんですが、やっぱりねお酒を飲むとやっぱりどうしてもなんて言ったらいいんですかね、なんかちょっとテンションが上がっちゃうんですよね。中には薬やってるのとかコメントあるんですけど、薬は一切やってません。ここでさらに辛さを増すために七味唐辛子を入れます。やっぱりねお酒を飲むようになるとやっぱり辛いものがやっぱり欲しちゃいますね。いや絶対うまいぞこの七味入れると。最高。はい、4杯目レモンチューハーイ。いややっぱりねこの豆板醤と七味をねたくさん入れることによって発汗作用って言いますかね、もうこの寒い時期にこのあんかけのラーメンでもう体の中が温まりますね。まあ何せこのチューハイともよく合ってて本当に美味しいですわ。やっぱりこの寒い時期のねあんかけ系の料理は最高ですね。もう七味ガンガン入れちゃいまーす。これね多分七味たくさん入れるとより一層美味しくなると思います。はい、というわけで、出前一丁で作った旨辛あんかけ醤油ラーメン完食でーす。ごちそうさまでした。いやーとても美味しかったですね。この豆板醤と七味を大量に入れたことによってもう発汗作用って言いましたかね、もうすごく汗だくになりました。この寒い時期にね汗だくになるということはとてもいいことです。はい、というわけで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良ければチャンネル登録、高評価
よろしくお願いいたします。以上、カズアリでした。それでは皆様、次の動画までごきげんよう。